福田翔吾は佐賀県出身のバスケットボール指導者である。唐津市立浜玉中学校から唐津東高等学校に進学2002年に卒業し自宅浪人予備校を経て二浪して2004年に東京理科大学理学部数学科に入学、大学時代にバスケットボール指導者、特に NCWA バスケットボールのコーチへの道を志すことを決めた。 このきっかけの一つは、日本大学が主催したコーチングキャンプで、シアトルパシフィック大学 SPU ファルコン、アスレチックスのバスケットボールチームのコーチである、ジェフ・ヒロナカの指導で、プリンストン大学が考案した、プリンストンオフェンスを学んだことである。東京理科大学在学中の2007年7月に、渡米して、NCWA 一部 IB リーグの名門プリンストン大学、 プリンストンタイガーズを訪問して、同クラブでコーチングスタッフとして学ぶことを志願した。しかし、プリンストン大学の学生ではないこと、アメリカでの実績がないこと、英語力の不足などの理由により、プリンストン大学でチームに携わることは必ず9月に帰国した。この期間にプリンストンオフェンスの考案者のピート・キャリルと直接に話をする機会を得ている。その後、 ジェフ・ヒロナカの紹介で NCWA ニブグレート・ノースウェスト・アスレチックコンファレンスのシアトル・パシフィック大学 SPU ・ファルコンアスレチックスで学ぶ機会を得て再度10月に渡米した同チームにオブザーバーとして帯同してバスケットボールを学ぶ一方で自分がバスケットボール指導者として NCWA で職を得るためにはまず日本で実力、経験 実績を積む必要があると考え、2008年に、鹿児島県の国立大学法人科の親体育、大学大学院を受験して合格した。入学後には、同学のバスケットボール部の学生ヘッドコーチに就任して、選手指導に携わり、2009年の第84回天皇杯では、九州電力、福岡第一校を破り、九州予選を勝ち抜いた。本戦1回戦では、 JBL2 部の石川ブルースパークスやブル・キンボ氏を挙げた。2回戦では、後の日本代表ヘッドコーチの長谷川武氏が率いる、青山学院大学、スクワレルズと対戦した。当時の青山学院大学には、その後にプロリーグで活躍する、渡辺博敷、港谷康、霊久塚笠、主、橋本龍馬、辻直と、荒尾学、中川正雄、福田正雄など、 そうそうたるメンバーが揃っており、大差で敗れている。2009年のインカレでは、長谷川智也、高津昌平らの関東4位法政大学を破り、ベスト8入り、準決勝では関東5位東海大学に敗れた。この時の東海大学のメンバーにも、王子真麻飛べ、遥か高橋翼、古川隆俊大塚博士道、万、原祐樹など、 トップリーグで活躍する選手が揃っていた。順位決定戦では、長谷川智信、長谷川麻を要する関東10位拓殖大学に敗れたが、小野流明キャプテンが率いる関東6位、中央大学を破り、同学を7位に導いた。同学指導者としての最後の大会となった2010年の天皇杯では、九州予選を勝ち抜いたが、本戦では、立田電線に1回戦で敗れた。 2010年に、カノヤ体育大学大学院を卒業して、バスケットボール部ヘッドコーチを退任し、再度の海外挑戦に向け、まず、福岡大学の科目履修生として、英語を学び、終了後には、福岡の語学学校で、さらに英語を学んだ。再度、渡米し、今回は、NCWA 一部ワシントン州立大学、クーガーズを訪問して、コーチングスタッフに志願した。 ワシントン州立大学の学生でないことなどを理由に、その希望は叶わなかったが、内野一部のウェストモント大学ウォリアーズヘッドコーチへの紹介をもらい、一週間ほど同行の練習を見学した上で、同チームのコーチングスタッフとして働くことを志願して、ボランティアアシスタントコーチとして入団の許可を得ることができた。ウェストモント大学では、午前中に語学学校、午後に、 チームの仕事に従事する生活で、2011から12の1シーズン目は、ゲーム分析ツールのゲームブレーカー、スポーツコードを使っての映像分析、レポート制作が主たる仕事であった。現地に馴染むために、語学学校などの日本人コミュニティから距離を置いて、仕事に集中し、プリンストンオフェンスの中でそのシーズンの、ウェストモンド大学の選手にマッチするオフェンスを着想して、 ヘッドコーチに提案して、結果を残してゆき、ゾーンディフェンスのシステム提案などをチームに提案して、成果を上げている。2012から13の2シーズン目は、戦術面についてなど、コーチとしてより多くの役割を得ることができ、またチームも好調でないやランキング全米4位まで、ランクアップした。また、2012から13シーズンは、全日本代表団子、 コーチングスタッフとしての活動も行っており、鈴木高美一ヘッドコーチの率いる日本代表男子にテクニカルサポートスタッフとして参加しており、2013年に開催されたアジアカップでは代表チームに帯同している。2013から14のシーズンは、さらに高みを目指して挑戦したいと考え、ウェストモント大学のヘッドコーチの紹介で、ニューヨーク州ニューヨーク市クイーンズ区にある。 NCWA 一部ビッグイーストカンファレンスにところ、属するセント・ジョーンズ大学レッド・ストームの面接を受けた。NCWA のチームのコーチングスタッフとなるために、セント・ジョーンズ大学大学院を受験して合格し、大学院でスポーツマネジメントを学ぶ一方で、ビデオコーディネーターを担当する学生コーチとして、同行のチームのコーチングスタッフに着任した。 2014から15シーズンにはチームの NCWA トーナメント進出に貢献している。このシーズンには当時 i c a w グスのテクニカルスタッフだったサシヤ・ショータがセント・ジョーンズ大学のコーチ陣と情報交換を行った際に福田が紹介と通訳を務めたことでサシヤとの交流を持っている。同シーズンの終了後には福田の大学院卒業と セント・ジョーンズ大学のバスケットチームのスタッフ入れ替えなどにより継続して、コーチ職に就くのが難しくなったため、2015年7月に一旦帰国して、競技の佐賀を拠点に、家業を手伝いながら、アメリカの大学コーチ職の給職活動を行った。カリフォルニア大学ロサンゼルス校、ノースウェスタン大学、イリノイ大学などのコーチ職に応募して、面接を受け、一部は、 最終面接までこぎつけたが、アメリカの大学での職は得られなかった。一方で2016年から日本国内のプロバスケットリーグ B リーグが発足されたため、日本のプロバスケットボールチームのコーチングスタッフとして活躍の場を求めた。2016年6月29日に B リーグ一部の仙台89アーズのアソシエートヘッドコーチに就任した。 2016から17シーズンの仙台は14勝46敗、B1 到地区6位で残留プレイオフ出場となり、1回戦で富山クラウジーズに0勝2敗で敗退して、チームは B2 に降格した。2017年6月23日に仙台と入れ替わりで B1 に昇格した島根サノーマジックと複数年契約を結び、アシスタントコーチに就任した。 2017から18シーズンの島根は11勝49敗、B1、西地区6位で残留プレイオフ出場となり、1回戦で富山グラウジーズに1勝2敗で敗退して、チームは B2 に降格した。2018から19シーズンの島根は43勝17敗、B2、西地区2位で B2 プレイオフに進出。 プレーオフ準決勝は、新州ブレイブウォリアーズに連敗したが、3位、決定戦で、熊本ボルターズに連勝したことで昇格枠に入り、B1 に昇格した。また、この年のシーズンオフに、一般女性と入籍している。2019年7月8日に、B1 中地区横浜 B コルセアーズのアシスタントコーチに就任した。2020年1月15日の新潟アルビレックス。 BB 戦、22日の川崎ブレイブサンダース戦、及び25.26日の琉球、ゴールデンキングス戦では、トーマス・ウィスマンヘッドコーチが不在となったため、ヘッドコーチ代理として、B リーグの試合式を取った。2月1日には、ウィスマン HC との契約解除が発表され、福田が公認のヘッドコーチに就任した。2020年5月に、横浜を退団した。 2020年5月に2020から21シーズンからの3年契約で新潟アルビレックス BB のヘッドコーチに就任した。2021年1月31日の名古屋戦を体調不良で欠場し、以降はシーズン終了までチーム活動から離れた。その間は青木隼人アソシエートコーチがヘッドコーチ代行として指揮を取った。福田は 4月28日に記者会見を開き、この時の欠場の理由が、球団社長兼 GM から長時間の侮辱、人格否定、同活を受けて過去級での失神状態に陥ったことを公表し、改めてチームへの復帰意思を表明した。もう一人の当事者である球団社長兼 GM については、この時の行為が B リーグの調査により、パワーハラスメントと認定され、 2021年4月からの無期限の謹慎処分が発表された。1ヶ月後の2021年5月に謹慎が解かれ、チームに復帰。社長及び GM を辞任した上で教科本部長に職務変更となった。福田の処遇について、シーズン終了後に再度、球団と職務復帰について協議を行ったが、新潟アルビレックス b b のプレスリリースによると、 福田翔吾から球団に対して G の申し入れがあったとのことで6月23日に双方合意の上での契約解除が発表された2021年7月15日に茨城ロボッツのアシスタントコーチに就任した代表チームありがとうございます